ち気持ちいいですね。クリームとかオイル使った施術ってこの滑る感じ気持ちいいんですよね。やっぱ好きな人はね、こっちの方が好きな人多いし。まあそうね。私の足の、はい、硬い方ですか。まあ足の裏自体はそんな硬くないんで、うん、うん、ただやっぱりね、ゴリ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 、あの疲れが溜まってるんで、あ足裏もね、僕なんかだとやっぱ何かの角を見っけると自分で踏みつけるみたいな、足裏を、はい、つぼ押ししてるんですね。そうそうそう、やっぱ自分でメンテナンスしてないと溜まってきちゃうんで。確かにね。あとゴルフボールを布でくるんで自分で踏みつけてるとか。気持ちいいですね。自分で自分を痛めつけるって。あのほぐしてるんですよね。ほぐしてる、ほぐしてる。人に言ってても自分でやらないと、痛いよ。この足裏のね、あのリフレの痛みって他でない痛みですよね。ないな。これ怪我の感じとも違うし。うん、体の方の押されて痛いと思います。また違うんですよ。もうぶつけた痛みとかとももちろん違うし、リフレやられると俺はすぐ足がつる。あれですね、血流が悪いんですね。実感がない足の冷え性っていう。ああ、そうなんですね。そうそうそう、痛い。もう全然冷え性の自覚はないんだけれども。うんうんうん、痛い。ああ、でも痛み方がまた右左でね、違いますね。ゴールデンウィークとかは営業してたんですか？はい、あ、いや、もうカレンダー通りで、休みの赤い日は休みでした。どこか行きました？一応遊園地行ったりしましたよ。どこも行ってねえな、俺は。
あ、そうなんですか。いや、実家には帰ったんだけど、実家が観光地だから、うん、あのめちゃめちゃ混むっていう。あ、やっぱあの花畑綺麗でしたね。あの芝桜と、うんうんうん、あとね温泉ができたんでね、秩父。そうなんですね、はい。例えば父の VV でも温泉に入ってるようなカットがあったような。そう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 、うん、あの視聴者の皆様、秩父をよろしくお願いしますそうなんですね、秩父応援地元愛ですか。地元愛ですよ。あ、盛り上げたいですね。地元の観光大使になりたいな。すごいないや、林家たい平さんは抜けねえそうか、たい平さんなんです、秩父。あとはね、あの藤原竜也くんとか。いやー、そうなんですね。あと今最近有名だとアキラ 100%。 あ、そうなんだ。はい、秩父ですよ、出身が。あ、そうなんですね。結構いるんですよ。結構な、まあまあでも埼玉ですからね、それいっぱいいますよね、うん、気持ちいいらしいね、こう。こっちもね、冷たくはないですね。足全然健康ですね。うんうん、ね、僕のが冷たいぐらい間違いなく。そうそう、割と、うん、健康診断はオール A なんだけどな。すごいですね。そうそう、去年の健康診断とオール A で、悪いのは視力だけ。うん、あ、そう、それはいいですね。視力だってそんなに悪くないですね。いや、僕コンタクトなんで普段めちゃめちゃ悪いんですよ。あ、そうなんですか。今年もね、健康診断あるんで、それでどう出るか。でもちゃんと健康診断も受けてるんですね。あの40歳過ぎると市で1000円でやってくれるんですよ。あ、そうなんですか。その通知が来たんで。へえ。もうね、そういう1000円ならね。そうそう、それまでは出ないですよ。うん、もうそういうお年なんで。ああ、なるほど。お年だから。お年ですよ、もう40代なんでね。うん、なるほどね、痛い。そういうのもね、せっかく来るんで行かないと。まあね。自分の健康は自分で管理しないと。あ、確かに確かに。そういうの行ったことありますか。いや、私ね、なんか子宮がん検診とか無料で受けられますって書いてあっても行ってないです。いや、そういうのは行った方がいいですよ、本当に。うん、じゃあ今度は行きます。はい、ぜひ。早期発見なんでね。まあね、言いますよね、うん、遅れたら遅れると。そうですね。まあでもね、ガムの、あの、予防改善は砂糖を取らなきゃいいみたいですよ。あ、そうです。甘いものを取らないのと、そうあの体を冷やさないこと。その通りですね。だったら、まあ、なったらなったで治せるなと思ってから。じゃあ、そもそもそのならない食事を取りましょうって。まあね、あ、でも最近私お菓子あんま取ってない。あ、うん、さすが。うん、じゃあ行かなくていいか。いや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 、それだけじゃないもんね。いや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 、うん、そう、だからでもそれもいいかもしれないですね、足軽くなったのって。やっぱ、あ、やっぱり砂糖取ってると、うんうん、なんかむくみがひどくなる。あ、そうなんですね、うん、塩分が溜まるだけじゃなくても。私は、ね、うん、私はそう思うんですよね。なんか糖分って体を老化させるみたいなんですよね。あ、うん、僕は結構食べちゃいますね、甘いのは。甘いのもしょっぱいのもお酒も大好きなんで。あ、まあね、美味しいですからね。でも体型はキープしたいみたいな。だから頑張るみたいな。なるほどね。いや、周りの同級生もね、みんなに太ってきちゃってるから。ああ、そうそうそう、そうなんですね。ね、なんかある時期を境におっさんかおばさんかがね。そうそう、どっか急に老けるみたいな、ね、うん、多分あの周りから見られるって気力が落ちた瞬間に急に増える。あ、かもしれない。あ、あのあれはありますよね、自分で
あのまだ若いんだっていう気持ちがあるうちはそこまでいかないんだけど、うん、もう年だなとか言い出した途端に行きますよね、うん、そうそうそう、そう、だから私はちょっと芸能人の綺麗な人とか見習って若くいたい、いたい、やっぱり僕たちはね YouTube とかやってるから、ね、よきもっとね、うん、うん、いいんですよね、いい刺激になる、いい刺激になりますね。私なんか久しぶりに会ったお客さんに若返ったって言われました。そうそう、やっぱりあの、うん、1年前2年前ぐらいよりも、うんうんうん、はるかに若くなってる感が、マジ、うん、あ本当に、いやそれは思う思う、あ本当にやった、うん、そうなんだ、なんか俺がこの仕事始めたかそれぐらいの時に花ちゃんの動画、ケンさんの動画とか見てた時よりも全然綺麗になった、あやった嬉しいな、間違いなく、あ確かにね、昔は、まあ、視聴数が少ないってこともあるんですけど、うん、誰も綺麗とか可愛いなんて書いてなかった、書いてくれなかったんですけど、今の方がなんか褒められること多いですね。昔からのファンはそれが分かってるから、ああそれもあって言ってくれるのかな、うん、明らかに綺麗になろうとしてるのがとても結果が出てる、ああまあでもあのね、プロ、本当にプロのおかげそういうことはどんどんプロに任せましょうと言いたい、やっぱ自己流が展開があるからやっぱ、ね、うん、ある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 、いや本当プロの判断は正確だし、うん、お金はねプロにかけてやってもらっちゃうっていう、いちいち高いように思うけど、自分であれこれ買ったりするよりはるかに安いと思いますね、結果が出るからプロになってもらう、そう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 、本当そう、ね、今の最新の機器とかプロのね技術を持ってすれば大概は綺麗になれるっていうあそうなんですね、多分そう思いますね、お金かけることが大事ですね、あのお家用のマシンとかじゃやっぱり出力も弱いからね、あ、うん、でっかいんですよエステとかのやつは、でも結局自分で機械買ってもその機械をあの使い続けないと意味がないから、うん、通う方がまだ楽なんですよね、自分家に置いちゃうとそれで安心しちゃったり、結局買っても使わなきゃ意味ないし、うん、そう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 、宝の持ち腐れなんで、人々って結局自分に甘いから、そう甘いんだよね、ちょっと使って使わなくなっちゃうみたいな、うん、あるある、本当そうなんですよ、なんか予約入れて出かけていった方が、まあ、出かけるための服着たりとか化粧したりもあるし、うん、やっぱね、なんか外に行くって大事ですよね、そうですね、やっぱ人にね、うん、見られてるっていう意識が大事、そう、意識大事、動画とか撮ると自然とね、あの表情とか声もね、いいようにしますからね、うん、やっぱね、美はね、永遠のテーマなんで、そうですね、男女ともに、男性もですよね、うん、美しい男性に、ね、やっぱ見られてる方綺麗ですもんね、みんな綺麗、うん、男性も綺麗なんですね、かっこいいし、うん、綺麗だしみたいな、太りはどうしますか、はい大丈夫です。シアバターなので。浸透する。はい。馴染ませておけば大丈夫です。ありがとうございます。ありがとうございました。お時間大丈夫だったらお体もやってほしいですね。あ、いいですよ。いいですか、うん、お願いしちゃっていいですか、うん、はい、肩もみしかない感じです。はい。じゃあちょっと30分程度でいいので。はいはい